はい、今回はモンベルのアルパインスノーシュー56を、購入しましたのでレビューしていきたいと思います。ノコギリ刃形状のフレームが雪面を捉える、急斜面での軽快な足運びをサポート、重ねてコンパクトに携行可能というのが売りになっています。はい、こちらがアルパインスノーシュー56です。とても軽いと思いますね、持った感じ。ここは、ビニールの布が貼られていて、バンドはすべてこういうビニール製になりますね。引っ張ってここのフックに穴を入れる、そして固定するタイプです。靴を前面にこう押し当てるストッパーですが、ちょっと小さめなものになってますね。でここで靴を止めるための滑り止めのギザギザがついてます。でこれが、リフターですね。リフターはかなり固めで、ストックなどでちょっと持ち上げたいなとか、あと必要なくなった時に下ろしたいなっていうのがちょっと困難だと思いました。ギザギザこんな感じです。そして刃がこういう風についてる状態ですね。前面のギザギザはないものになります。真ん中あたりと、そしてやや後方あたりにあります。そして重ねた感じはこんな感じです。非常にコンパクトになると思います。